読みの国ってのは味気ねえな。まあ、そんなもん求めちゃいねえが。 小学校だ。 記憶に思えるよ。 目を背けるな。
Akito. から新しいスタートが来る。あと何回新しいスタートが来るの。スタートなんかじゃないよ。これ落ちていってるだけだよ。どこまで下に行くんだ。 この言葉を聞きたかったんだろ。 いつもお前の妹もこの中だ。準備はいいか？
家族の晴れの門出を静かに見守ってやることもできないとは哀れな者たちだ確かめに来た周りの意思を邪魔はさせない物言わぬ彼女の願いを君がどう知るというの の門は開いた。あとは最後の仕上げだ。時よ、止まれ。なんだこれは。 彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。 じゃない。あの時私これを。 思い出、どうしても置いていけなかった。マリ。
やはり私は間違っていなかった。二つの世界は今繋がったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。 最後だ。 なぜ私を拒む。二つの世界がつながったように一つになる。 誰がお前みたいな化け物と一つになるかよ。 繋がった結果、自我まで崩れてきやがったか。哀れですらねえな。
近づくと危ないよ。聞いてないな。どっかに弱点がないか調べてみろ。そこを狙うんだ。俺たちは体一つを二人で使ってんだ。案外これも悪くねえってな。生きるってのはそういうことだろうな、相棒。ああ、それがお前には見えてない世界だ、化け物。
捕らえられていた魂が。じゃあ、この人たちは。ああ。魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るはずだ。でも、マリは。 父さん、母さん。父さんの命日は12月10日。 母さんは6月9日、忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。 次に会うのは、俺が最後の最後まで生き抜いた後だ。
家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったら諦めずに生き抜いたと。わかった、必ず伝える。悪いな、使いっぱしり頼んじまって。自分で行ければいいんだが、ちょっと疲れちまったんでな。KK。 アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取り付いておいて。礼ぐらい言えよ。ありがとう。おやすみ、KK。